お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらのメガナイトバルーンデッキ紹介していきたいなと思います。というわけでやっていくんですけど、まあこのデッキあれっすね、もともとはロイヤルホグだったんですよ、このバルーンの枠が。なんですけどこうロイホグの枠がまあバルーンになっちゃったというようなデッキですね。なんかこう今クラロワリーグっていう大会も行われてるんですけど、まあ、その子でも、まあ、使われたり、まあ、してますね。なんかまあ、こう、初見で刺さると言いますか、守ったメガナイトのカウンターに、まあ、後ろにバルーンつけるだけで、まあ、相手はね、こう、トルネードとかなかった時に、もうほぼワンパンでターン折れるみたいな。なんかまあ、そんな感じですね。なんで、守って、まあ、カウンターバルーン飛ばして、まあ、スケドラとか、まあ、対空でね、守ってきたところを、こうファイアーボール打って、まあ、みたいな感じで、まあ、守ってカウンターのバルーンがすごい刺さる感じでね、思ってもらえればいいかなと思います。なので僕としては基本的に守っていきたいですね。で相手がプリンちゃんなので、プリンスケバレコカッちゃんですね。はい、いやーババだけ独特。なんか今ねこうババプラスのなんかが来るのかなと思ったんですけど、いやこれヒースピ、神のヒースピ、これで溶かしつつの回復、来た。でババとガゴムレ使ってプリンスも使ったので、言っちゃコストがないわけなんですよ。なのでもう一枚出てくれないかな。あ、出てきたけどこれは無視ができん。まあでもガゴムレ使ったんで、ぶっちゃけこのバルーン止まんないと思うんですよ。知らないんですけどね、相手のデッキわかんないんですけど、さっきプリンセスとかいて、まあ、対空が多分もう出尽くしてると思うんですよね。横の方にプリンちゃん出てくるぐらいか。もう一発？おい、うわ、2体出てきた。え？え？呼ばない？今瞬間、え？待って。なんで？なんか今ラッキーでもなんでもねえな。なんかバグっぽい事件が今起きましたね。なんか、あ、これ相手もびっくりしてんのかな。いや、わかんないですけど。まあまあまあ、そういうわけでね。さあ、ここはまあ、メガナイトで踏んでいいと思いますね。で、今、相手はババと、ガゴムレの2択だったので、ああ、そいつもいましたね。これも多分、つけるだけ、お得なんですよ。いや、ファイバルーンかいって感じで、ガゴムレいるんで、今、バルーン飛ばしても、全然刺さんないですね。プリンチェね、ファイブ打っちゃいたいですね。打って、あ、やべ、待って。最悪、やべ。これあれです。負けパターンです、これ。こういうことをしないのが大事ですね。まだ多分負けないんですけどね、これ。なんか相性が非常に良さそう。勝手に思ってるんですけど。で、こっちサイドに、このトリトンを出すことによって、このプリンスを受けつつ、このプリンセスも受けれるっていうね。で、今相手ガゴムル使ったんで、これも勝ちっすね。なんならファイブを構えて、ウェイ、グッドゲーム、ナイスという感じですね。まあ、メガナイトで守って、カウンター、バルーンっていうサイクルが、まあ、今回できたか疑惑なんですけど、まあ、そんな感じでね、使ってもらえれば、結構いいんじゃないかなと思います。というわけで、ですね、リーグの話でもなんかできたらいいかなと思いつつ、今日やっていくんですけど、今ね、そのクラロワリーグっていう大会最中で、今シーズンは14試合かな、まずレギュラーシーズンあって、こう8チームで総当たりを2周ですね。なので全チームと1試合ずつすると7試合、まあ、それが2回、もう1回あるっていうところで、まあ、合計14試合やるんですけど、まあ、今ちょうど半分ですね。7試合終わったところって感じで、なんとですね、僕のね、こう所属してるチーム、ポノス、が、今んとこ、6勝1敗で暫定トップという、すごいね。いや、素晴らしい状況なんですよね。そう、ニヤニヤしちゃうんですけども。まあ、なんかこう、今まで僕、リーグやってきて3年目ですかね、今年。なんかこう、これ、スケドラでルート強制します、これ。ここに出してからの、グイで、あのボムタワーにね、釣られないんですよ。だから相手からしたら、え、なんでバルーン釣れないのって今びっくりですよね。あ、でもうまい雪玉でルート強制してきた。これ5って、なんとなくもう一発入ってくれたら嬉しいな、って。入らんですね。
はい、という感じで、まあすごいね、こうリーグの話ですね。まあ嬉しい気分もありつつ、なんかこうやっぱいつもというか、こんなになんか結構今圧倒的1位ってわけではないですけど、まあこう1位をこう結構キープしてる状態っていうのはあんまり経験したことがないので、僕としては。なんかこう、まあ嬉しい気持ちとかもありつつ、なんかこう複雑っていうか、なんかもう本当一戦一戦が、まあどんな状況でも負けられないんですけど、なんかこう勝ってるからこそ、一戦一戦マジで負けられないというか、なんか負けるのが怖いですね。なんか下のチームに追いつかれるのが怖くて、本当一戦一戦でこう、結構大事になんかなってる状況で、なんかこう、またいつもとね、違う感じ、いつもとなんかね、違った、こう、感情をね、ちょっと味わうことができてて、なんかまた、ちょっと楽しいね、感じで、まあ、ございますんですけども、まあ、頑張りたいですね。なんかレギュラーシーズンで、上位2チームはもう世界大会確定なので、こう、まあ、世界大会確定させたいですね。今年世界大会8チームで、イースト4チーム、ウエスト4チームというところで、2位以上だったら、なんかこう、その後のプレイオフのね、こう、ベスト4確定のところから試合かなとかなので、一旦ね、ちょっと勝ちたいっていうか、世界大会ね、まあ、確定させたいところではありますよね。みんな調子いいんでね、マジで。みんな強いですね、ボノス。やばいっすね、マジで。2v2 ももう、チームとしてもすごい調子いいですし、まあ僕らのペアもすごい調子いいですし、もう 1v1 も、まあ言っちゃもう、麦系化け物だし、まあそれ以外僕ら別に誰が出てもいいぐらいみんな仕上がってるし、っていうところで、おっとおっと、この後で負けちゃね、話になるまいっていう感じなんですけど、ワンチャン負けそうじゃん、俺。待って、呼ばない？なんで？気づいたら、ダメージめっちゃ追いつかれてんだけど。まあなんか、そんにいったところで結構ね、こう、チームの雰囲気もいいですし、マジでね、今年はほんと世界狙えるって感じなんでね、ちょっと頑張りたいですよね。お、これは、さては、美味しい美味しい。あるぞ？あるぞ？あるぞ？いけるぞ？これ、スケドラ残って、タルババからの、スケドラ追加だな。いや、ファイブだったかな。いや、スケドラ追加うざそう。で、なんならトリトン追加してあげて、で、ウッド系来たらヒースピ追加、スケドラ4体パーティー。これね、これ、なんか、よく見る光景。なんか、ロイジェイとか、こう、なんか高回転スケドラ入りデッキを使ってる人たちでよくあるやつですね。スケドラが4体とか。まあ、6体は見たことないですけど、なんか、端前スケドラ4体で、こう、ああ、もう守れねえ、みたいな。まあ、よくある感じですね。さあスケドラがまあ言っちゃ強いですね。ヒースピも。まあそんな感じでね。残り7試合の方もね、気合い入れてね、今年は頑張っていきたいところですね。本当に。はい。もうそれ以上話すことはないんですけど、まあなんか軽い話としては、こう、ムギが今シーズンからボノスに入ったんですけど、まあ上手いんですよ。間違いないけど、めちゃくちゃ上手くて、なんかリーグ 1v1 ですかね。こう、9連勝してたんですよ。1v1。そう、自分、向き一人で、個人でね。で、なんかそれは歴代みかんさんが、まあ 2v2 とかいろいろ全部含めた最高13連勝ぐらいかながあったらしく、まあそれをもしかしたら超えれる。まあ 1v だけだったらもしかしたら向きの方が上なのかもしれないんですけど、まあ通算で13連勝の、はい、まあ化け物記録を、もしかしたら超えれる可能性があるというところで、ムヒが、最後の 1v1 ですね。VS キック戦ですかね。はい。この動画上がってる先日に、まあ、試合があった話なんですけど、最後の 1v1 ムヒ勝って、まあ、試合には勝ったんですけど、まあ、その前の KOH で、まあ、ムヒが負けちゃって、連勝記録がストップしちゃったんですよね。そう、9勝。9連勝か。そう。そしたらもうムヒが、すごかったです。なんか今まで、まあ試合に負けたというか、こう、麦が何回、1v1、まあ今まで2回か1回負けたことがあったんですけど、まあその時とかでも比にならないぐらい、マジで泣いてるんですよ。あの麦がですよ。なんかいつも、勝ったら、余裕っすね、みたいな。いや、マジでそんなんですけど。で、まあ負けても、次いけるっす、みたいな。まあそんな感じなんですけど、うん、今回、連勝が止まった時に、もう、やばかったっすね。なんかこう、
今まで麦にこう何でも触れれたんですけど、今回の小麦だけはなんかこうちょっと気使っちゃうと言いますか、マジで泣いてました。マジで泣いてて、うわーって、なんか負けたことより連勝が止まったことをすごい後悔してるというか悔しいんですよ。お前そこかいっていう感じなんですけど、まあこうね、すごいですよね。なんかそれほど余裕があると言いますか、なんか普通ね、まあ負けたのはしょうがないですよみたいな感じで、なんかもうなんか次元が違いましたね連勝がね、まあわかりますけどね、連勝してたりしたら負けるのは嫌、止まるのも嫌なのわかりますけど、そんな落ち込むっていうぐらい、マジであんな落ち込んでるの初めて見たっていうぐらい落ち込んでて、ちょっとそれなんか面白かった、面白かったって言ったらあの彼にすごい失礼かもしれないんですけど、まあ、なんかこうちょっとそういった部分もね、ちょっとまああったりしつつというわけでね、残り半分の試合も、まあ、みんなでね、はい、頑張っていきたいと思います。というわけで、今日はこんな感じでね終わろうかなと思います。ぜひメガナイトバルーンすごい強いと思うんでね、使ってみてください。というわけで終わります。よければ、高評価、チャンネル登録、などなど、コメントともね、ぜひよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。